沖縄参考人にお願いいたします。沖縄参考人。日本総合研究所の沖縄と申します。参考人として本法律案について意見を述べさせていただく機会をいただき、大変光栄に思います。2020年から感染が拡大しました新型コロナウイルス感染症により、日本でも人々の生活、そして経済活動にもさまざまな深刻な影響が出ております。この深刻な影響を克服して、日本は再び豊かな経済社会に戻り復活していけるよう、さまざまな支援を政府は行っていく必要があるというように思っております。まずコロナ禍に伴う大きな社会の変化についての認識を述べたいと思います。昨年3月以降、新型コロナ感染症が拡大し、緊急事態宣言によりテレワークやオンライン教育が始まるなど、人々の生活が大きく変わりました。こうした事態を受けて、内閣府で昨年5月末から6月初にかけて1万人に対するアンケート調査を実施しております。そこでは人々の価値観が大きく変化していることが確認できます。特に多くの方がデジタル化の必要性を感じております。行政のデジタル化の必要性だけでなく、リモートワークを経験し、その結果自宅滞在時間も増えた方も少なくなく、その働き方とか家族との時間とか、こういった柔軟な働き方を施行し、それを可能にする手段としてのデジタル化の重要性につきましても、認識が高まるなど多くの意識変化が生まれています。加えて環境への人々の意識が高まっております。まず地方移住への関心も高まっておりまして、東京圏の20代の方たちの地方移住希望は約3割ということで、その傾向は次第に高まっております。また人々が企業を見る目も環境対応しているかどうかということに注目して、消費をしたり投資の際の選別などにも、選別もするようになっております。そこに停留しているのは気候変動、生物多様性など環境の重要性への認識の高まり、SDGs 持続可能な社会への達成目標の重要性をコロナ禍で改めて認識したということではないかと思います。またコロナ禍で深刻な影響を受けている企業が増加しております。それらの企業を支援しつつ、こうした企業の経営悪化で影響を受けている方々が次のステップに進んでいけるよう、しっかりと包摂的な支援を強化しながら、格差が拡大しないように人への支援もしていく必要があると思っております。人々の意識が大きく変わりつつある今、この新型ウイルス感染症による危機を長年なかなか変われなかった社会を変革する契機と捉え、日本社会を前進させる必要があると思っております。その意味で今後の日本社会に必要なのはグリーン化、デジタル化、そしてコロナで影響を受けているが新たな社会に対応するためにステップアップしようと努力している企業への支援が極めて重要であると考えます。以下4点に分けて意見を述べさせていただきます。第一にグリーン社会への転換、これは待ったなしと考えております。欧州では昨年6月頃からグリーンリカバリーという言葉が多く議論されるようになりました。グリーンリカバリーとは文字通りコロナ危機で停滞した社会を気候変動を抑制し、生物多様性を保護して立て直すという考え方であり、コロナからの復興を環境保全と結びつけていくことです。私はこれは重要な考え方であると思っております。そして欧州などでは以前からカーボンニュートラルへの動きがございましたが、ドイツなどはもう去年の夏の早い段階で官民挙げてグリーンリカバリーへの取り組みを開始しており、欧州の多くの国がそうした動きとなっております。我が国もグリーンリカバリーを実現していくことにより、持続可能な社会を目指して経済社会を立て直していく必要があると思います。米国ではバイデン新大統領になり、カーボンニュートラルへの動きは国際的に一層加速していきます。まさに国際的に見ても不可逆的な動きとなっておりますので、政策を総動員しながら時間軸に沿って実現に向けて民間の動きを後押ししていく必要があると思っております。国際的に共通の動きとなってまいりますと、脱炭素を実現していない企業は金融市場から厳しい評価を受け、一層資金調達も難しくなりますし、アフターコロナ時代にはサプライチェーンから外されてしまうリスクもございます。ですからこそ現時点からグリーン社会への転換を図ろうとする企業を支援することはとても重要な政策だと思っております。その意味で期間を区切り、大きな脱炭素効果を持つ製品の生産設備導入や生産工程等の脱炭素化を付加価値向上を両立する設備導入に関して設備投資促進減税などを行っていくことは意義があると考えます。
またそのトランジションを可能にすべく民間および公的な金融でサポートすることも企業の取り組みを後押しする政策として有効と考えます。その間、政府はカーボンニュートラルの確かな取り組みが行われているか確認をしていく必要があると思います。第二に、デジタル化への対応も日本にとって不可欠と考えます。日本は経済の定力を表す潜在成長力が低い状態が続いております。その要因を分析しますと、やはり全要素生産性が、ここ10年ぐらいですか、横ばいから低下しているという状況が分かります。この横ばい状況の原因はデジタル化の遅れのほか、人的資本への投資の不足などさまざまなことが指摘されています。付加価値を高めて生産性を向上させていくことは、人々の暮らしを豊かにして日本の未来を明るくしていくための前提として重要なことだと考えております。そして一つの重要な鍵となるのはデジタル化だと思います。デジタル化につきましては、2020年の行政からの給付金の支給が、遅れたということもありまして、国民の多くが認識したところでございます。もちろん行政のデジタル化も待ったなしと考えますが、行政だけでなく企業にとってもデジタルトランスフォーメーション、すなわちデジタル技術を活用したビジネスモデル自体の変革の必要性が認識されたところです。日本は先進国と比較しましても、まさにここ数年で取り組むべき最大の課題と言えるかと思います。デジタル投資なども含む無形資産の GDP 比率を見ますと、先進国の中では日本は必ずしも高くない状況でございます。今後ものづくりに加えてデジタル技術を活用したビジネスモデルが一層重要になりますので、無形資産投資を支援することは極めて重要と考えております。また IT 化について政府は今までも促進するため政府政策支援を行ってきておりますが、必ずしもそれが付加価値の向上、生産性の上昇に結びついておりません。日本の IT 化投資は多くてもそれが維持のための投資が中心で、ビジネスモデル改革の投資に結びついていないという調査結果もございます。今回の法律案ではデジタルトランスフォーメーションを進める企業について設備投資を支援しようという政策が提案されております。そのことは重要だと思いますが、その計画の認定を事業者の負担が大きくならないようにスピーディーに行うことや、計画の進捗 の適切な確認などが効果を上げる鍵になると考えます。これらのグリーン化や DX、 そして事業再構築支援に前向きに取り組む企業は現在赤字であっても支援の必要がございます。現在一時的にコロナの影響で赤字に陥っている企業多ございます。こうした今苦境にある企業であっても、アフターコロナ時代を生き抜こうと努力をする企業に配慮することは極めて大事だと考えます。第3に、中小企業の支援についてでございます。中小企業支援は足元のコロナ対策に全力を尽くし支えるとともに、コロナ後を見据えたビジネスモデルの再構築の努力についても支援していく、その両面の支援が極めて重要だと考えます。今回のコロナのようなリスクだけでなく、国際情勢の変化や天災なども含め、今後さまざまな環境変化が起こるリスクはございまして、不確実性の高い時代に入っていると思っております。また、国内人口が縮小する中、海外展開が欠かせなくなっている企業も多くございます。したがって、中小企業は経営基盤を強化するということは欠かせないと思います。また、今後はデジタル化、自動化、オンライン化などは重要になってまいります。製造業、サービス業、さまざまな業種によってさまざまなビジネスモデルがございますが、今後もデジタル化などの技術変化は加速いたしますので、これに対応するというのは中小企業でも大変重要なことだと思います。ただそれはシステム投資が必要で、固定費が高くなることを意味いたしますので、ある程度の規模の経済、すなわち規模が大きくなるとメリットが出てくる企業も多いと思います。したがって経営基盤強化に向けてチャレンジする中小企業を支援する意義は大きいと思います。 M&A で新たなビジネスモデルに変化し、確かな発展が実現している中小企業も多くございますので、それがスムーズに実現するように支援することや、大企業と中小企業の取引適正化の環境を整備することも極めて重要な課題であるというふうに認識しております。成長戦略としては、付加価値生産性を高めていくこと、そして、成長と分配の好循環を実現できるように対応していくことが重要であるというように考えております。第4に、新たな日常に向けた事業環境の整備について申し上げます。本法案ではさまざまな施策が記載されておりますが、いくつかについて意見を申し上げたいと思います。まず規制改革の推進でございますけれども、バーチャルオンリー株主総会の選択肢ができることはメリットが大きいと考えております。
この選択肢ができれば、現状のようなコロナ感染期でありましても、より多くの株主の方に企業経営者の経営の方針を説明できる機会となり、企業経営者にとっても株主にとってもメリットがございますので、さまざまな検討を進めて実現に向けてご議論を進めていただきたいというように思っております。規制のサンドボックス制度の恒久化も進めていただきたいと思っております。新しいビジネスモデルを実現したいと思いましても、規制があってそのために長い間いろいろな取り組みが遅れてしまうことは大変もったいないことだと思っております。しっかりとその内容を検討し、期間限定、体験する人限定でまずスタートしてみて、それで検証しながらいかにデメリットを克服するかということに配慮して進めていくと、こういった取り組みはイノベーションを起こしていく上で大事であるというように考えております。多くの国ではフィンテックを中心にこれが進められておりますが、日本ではヘルスケアなども含めて多くの業種に開かれている特徴がございまして、利用実績も増えております。その中にはブロックチェーンを活用した将来を見据えたビジネスモデルを展開しようというようなものとか、国際的なコンテストで高く評価されたものなどもありまして、今後とも事業者の多くの取り組みが期待されるところでございますので、ぜひ、大事に育てていただきたいというように思っております。その他にもベンチャー企業の成長支援、事業再生の円滑化もいずれも重要であり、それらを推進する妨げとなっている課題を解決する必要があるというように考えております。最後になりますが、これらの政策を推進するにあたってお願いしたいことは、政策効果が実現しているかどうかを十分に検証していただくということです。もし効果に乏しいようでしたら、それがなぜ起こっているかを分析し、より良い政策につなげていただきたいということでございます。エビデンスベースとの政策を進めていくことが大事だということ、これはずいぶんいろいろと言われるようになってきておりますが、まさに、これからはデータの時代でございますので、政策もしっかりデータなどで検証しながら効果を確認して、推進していただきたいというように思っております。私の意見はこれで終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。次に広浜参考人。